さあ、それで行きますよ。行ってきます。よいしょ。皆さんこんにちは、素直です。さあ、今回は静岡市の由比にある公園、陣笠山公園にやってきました。こちらにはある巨大なあれがあるそうなんです。さあ、今日のリポーターの素直です、よろしく。さあ、その巨大なあれというのが、はい、こちらです。ローラー滑り台。まあ、下からだと全部見えない巨大な滑り台ですね。まあ、ではでは上に行ってみましょうか。さあ、こちらの陣笠山公園、詳しい住所は概要欄に貼っておきますが、桜エビが取れる由比の少し山側に入った住宅街にひっそりとある公園で、まあ、実はこちら遊具はこのローラー滑り台だけ。陣笠山という小ぶりな山に丸ごとローラー滑り台が設置された、まあ、ちょっと変わった公園です。まあ、ですから滑り台のスタート地点に行くまでには軽い山登り気分が味わえるんですね。まあ、整備された階段ではあるんですけど、まあ、しっかり足腰に効いてきますよ。まあ、私素直調べではありますが、頂上までの階段の数は139段ありました。はい、ご覧ください。1回目でもうだいぶ疲れてますね。素直頑張って。さて、この階段を登り切った先には広場があって、上からの景色はご覧の通り。由比の街並み、その先には駿河湾。さあ、では滑ってみましょうか。トークじゃなくて滑りだよね。はい、素直さん、いってらっしゃい。このローラー滑り台、全長なんと 124.5m。 このように結構スピードが出る直線があったり、右に左にカーブをしたり、大人でも声が出るくらい刺激的なコースとなっています。まあ、さらに途中終わったかと思いきや、はい、まだ続きがあるんですね。2段階で面白いこのローラー滑り台。最後はぐるぐる回って、はい、フィニッシュ。さあ、休まず2回目いきますよ。砂さん、入っていって、行って。139段を2回目、合計278段登りましたね。お疲れ様です。さあ、2回目は素直にカメラを向けてお送りします。さあ、それで行きますよ。行ってきます。よいしょ。はい、じゃあ休まず3回目いきますよ。139段を3回目、417段。1976年11月16日生まれの44歳。普段から運動というものに全く興味を持たず、日頃からの怠惰な生活を公開する44歳。
この企画を始めた自分への怒りを誰にもぶつけられない44歳がそこにいた。さあ最後は乗った気分になってもらいましょう。では行ってらっしゃい。本日のスナウチャンネルは静岡市の陣笠山公園ローラー滑り台にチャレンジでした。スナウチャンネル、チャンネル登録お願いします。チャンネル